되네. 마마! 今日は 遠足だね? 응응! 楽しみだね! 何の帽子にしようかな? 何に? なんだか頭が痛いような… くもりんどうしたの? ママに言おうかな? どうしようかな? くもりん? さんさんとお菓子食べられなくなっちゃうよね。 くもりん大丈夫? 大丈夫だよ。 本当に? 本当本当。 ほら さんさんの荷物も持って 山一つ越えちゃうくらいだもんね。 くもりん、 そんなに言うならしょうがないけど。 だったら早く朝ごはん食べよう。 大丈夫なの? 大丈夫大丈夫。 そうださんさん、 遠足に行くまでママにはこのこと絶対に言わないでね。 約束だよ。 はい。 行ってきます。 はい。 気をつけて行くのよ。 バスに乗るよ。 なんだか気持ちが悪いような。 くもりん大丈夫? 大丈夫大丈夫。 きっとバスでちょっと酔ってるだけだもん。それに元気だから、バスが揺れるくらい大きな声で歌えるよ。今日も元気に困ったれぶ。ストップストップ、全然元気じゃないから。 目が覚めたかしら? ママ! 今日ね、 くもりんはここで入院しなきゃならないの。 入院って? 病院にお泊まりして病気を治すのよ。 え? それって? ママと離れ離れなの? あのね、くもりん、体調が優れなかったり困ったことがあったりしたら、これからはすぐにママに言うのよ。 そうしないと、こんな風に… ママ、お別れするなんて嫌だよ。 夢? なんだ、僕嫌な夢を見ていたみたい。 だけどまだ体がゾクゾクするような。 そうだ、これからはすぐにママに言わなくっちゃ。 ママ!
のに、なんだか体がゾクゾクするの。ほら、教えてくれてありがとう。うん、すぐにママに言わなかったらもっともっと大変なことになっちゃうもんね。そうよ、みんなも何かあったらすぐお家の人に伝えようね。はいはいはい。うもり、安静に。はい。おもちゃレンタル始めます。おもちゃぶおもちゃぶ、4つも届くよ。おもちゃぶおもちゃぶおもちゃぶ、交換できるよ。おもちゃぶおもちゃぶおもちゃぶ、チークおもちゃも定額制。大人の人に聞いてみて。おやつの時間だ。今日のおやつは何にしようかな。暑いからアイスが食べたいけど、クッキーもチョコも食べたい。ああ、クモリン食べ過ぎだよ。わー、選べないよ。サンサン、クモリン、どうしたの？フリル、おやつを何にするか選べないんだよ。アイスもお菓子も食べたい。うん、それなら。じゃあ見て見て、二人とも。これってオレオ？なんで割り箸が刺さってるの？これを引っ張ると、あ、アイスクリームだ。大好きなオレオをアイスにしたの。これならお菓子もアイスも両方食べられるでしょ。お菓子からアイスが作れるの？うん、クモリンもそれ作ってみたい。じゃあみんなで作ってみよう。お菓子でアイス作りやってみたい？やってみたい子はグッドボタン。好きなお菓子を用意しよう。袋の中に入っているお菓子を選んでね。まずはオレオで作ってみよう。それじゃあクモリン、この棒でオレオを叩いて砕いてね。粉々になりすぎないように30回くらい叩いてね。できた。そうしたら袋ごと縦長のコップに入れて、袋の上の部分を切って、ここに生クリームを入れよう。はい。こぼれないくらいに入れられたら、割り箸を真ん中に刺して冷蔵庫で冷やして終わり。を出せば、わあ、オレオのアイスだ。いただきます。おいしい。オレオのザクザク感がたまらない。ねえプリル、クモリンもっとアイス作りたい。これって他のお菓子でも作れるの？うん、袋に入ったお菓子なら何でもアイスになるよ。あ、それなら僕たちでオリジナルのアイスを作ろうよ。好きなお菓子で自分だけのアイスを作っちゃおう。何それ、楽しそう。サンサン、ナイスアイディア。それじゃあクモリンは、あ、ポッキーで作る。僕はそうだ、コアラのマーチなんか美味しいかも。じゃあ私はこの M&M'sでアイスを作ろうっと。どんなアイスができるか楽しみ。早速作ってみよう。まずは僕のコアラのマーチ。上から軽く叩いて、できた。ここに生クリームを入れればいいんだよね。でももっと面白くするには、そうだ、牛乳を入れてみよう。なにこれ、おいしそう。牛乳とコアラのマーチはきっと合うよね。割り箸を上から刺してコップに立てて冷やそう。どんなアイスになるんだろう。サンサンのアイス美味しそう。よし、じゃあ僕はポッキーをもみもみして折ったら、何を入れようかな。そうだ、じゃじゃーん。それってバナナ味の豆乳？うん、これを袋に入れて割り箸を刺せばポッキーバナナアイス。すっごく美味しそう。
私はこの M&M's でアイスを作るよ。 M&M's は別のお皿に分けて袋の中にいちごミルクを入れるよ。お菓子は出しちゃうの？ふっふっふ、後で使うんだよ。きっととっても可愛いアイスになる予感。これで3人とも準備できたね。早くアイス食べたい。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。できたかな。早速出してみよう。僕のコアラのマーチは、うわー、アイスになってる。僕も入れよう。バナナアイス、うわー、美味しいぞ。二人ともとっても美味しそうにできたね。私のは、うわー、ピンク色のアイス。ここにさっき分けたチョコを振りかければカラフルなアイスの出来上がり。もう待てない。いただきます。あ、もう美味しい。あ、クマリンずるい。僕もコアラのマーチの味がする。私のアイスも甘くてとっても美味しい。自分だけのアイスとっても楽しかったね。クマリン、お菓子買ってくる。もっともっともっとアイス作っちゃうもんね。あ、クマリン、それじゃあ食べ過ぎだよ。おやつは食べ過ぎないようにしないとね。お菓子でアイス作り、みんなも試したくなった？作った子は LINE で教えてね。クイズタイム。クモリンが作ったのは何味のアイス？アイス美味しい。そうだ。うわー、クモリン、今日はこのパズルを使ってへんてこパズル話をするよ。何それ？面白そう。それじゃあサンサンの冒険、始まり始まり。ある日サンサンはクモリンと遊ぶ約束をしていました。クモリンにバナナ持ってってあげようっと。はい、バナナ。サンサンが歩いているとバナナにつられて、なんとお猿さんが走ってくるではありませんか。え、お猿さん？うわー、そして二人はごっつんこ。あー、バナナちゃんが。僕の心配してよ。そこへ待ちくたびれたクモリンがやってきました。サンサンが遅いから来ちゃった。しかしそこにいたのは、あー、顔が入れ替わってる。ぶつかって顔が入れ替わってしまったようです。そんな。お猿さんはそのまま逃げてしまいました。あー、バナナ返して。僕の顔。サンサンとクモリンは追いかけます。ゾウさんのいる湖に着きました。いない。困っているとゾウさんが、もしかしてさっきのお猿さん？僕の鼻はどんな匂いも見つけられるよ。ゾウさんは鼻をサンサンに貸してあげました。どんどんすごい顔になってる。え、クモリンまで？かっこいいじゃん。ありがとう、ゾウさん。二人はまたお猿さんを探しに行きました。お猿さんに追いつけるようにみんなも応援してね。わかる、わかるぞ。あ、バナナの匂いだ。どこだろう。あ、音がするよ。大きな木に近づくと木の上にいるお猿さんを見つけました。早くバナナ取り返して。しかし二人は木に登れません。困っているとそこへパンダさんがやってきました。お猿さんを追いかけてるのかい？僕の体を使って。パンダさんは木登り得意だもんね。サンサンは体を入れ替えました。これはサンサンなの？よし、待ってなさい。サンサンはどんどん木に登ります。しかしお猿さんも待ってはくれません。そんな、僕に任せて。何今の？僕だよ、僕。え、クモリン？ゾウさんに耳を返して、今度はお馬さんとワシさんと入れ替えっ
こしたんだ。ペガサスみたい。なんか違うような。僕のバナナ。なんと手伝ってくれた動物さんも来てくれました。みんなで追いかけよう。頑張れ。お猿さんはもうヘトヘト。立ち止まってバナナを食べることにしました。ずるい。なんで急に止まっちゃうの。ぶつかっちゃう。みんなお猿さんとごっつんこ。大丈夫なの。あー、タンさんの顔が戻ってる。なんとぶつかったおかげでみんなが元に戻ったのです。よかった。みんなもありがとう。クモリンも助かったよ。クモリン。今度はクモリンとお猿さんの顔が入れ替わってしまいました。その顔も悪くないよ。めでたしめでたし。そんなの嫌。そうだ。なぜクモリン。クモリン見て見て。なにこれ。これはお花です。これがただの緑色の筒じゃん。この棒を押すと筒からお花を咲かせましょう。わあ、お花が咲いた。へへへ、面白いでしょ。クモリも作りたい。じゃあ一緒に作ってみよう。まずは色紙を用意してね。色紙を半分に折って、これを何回か繰り返してね。折り筋がついたらこうやってギザギザに折ろう。折り曲げてテープで留めてね。こんな風にヒラヒラができるよ。扇子みたい。先端をお花みたいに丸く切ってね。次はトイレットペーパーを用意するよ。お花の茎になるように緑の色紙を巻いて葉っぱを作ろう。クモリン今虫描いちゃおう。できた。さっき折った色紙を割り箸に貼ろう。母さん、ここからどうするの。これを芯に差し込んで、色紙の端と芯をテープで留めよう。これで完成。割り箸を出し入れするとお花が開くよ。簡単で面白い。姉さんさん、もっといろいろ作ってみようよ。うん、そうだクモリン、どっちが面白いものを作れるか勝負しよう。みんなも一緒に考えてみてね。どんなのを作ろうかな。普通のお花じゃつまらないし。そうだ、こうやって模様を描いてみるとか。増やしてみる。あれ、でもこの模様どこかで見たことあるような。そうだ、思いついた。お花じゃなくてあの動物さんを作ろう。クモリンきっと驚くぞ。チャンさんのよりもっとすごいお花を作るぞ。何色にしようかな。そうだ、いろんな色をくっつけよう。カラフルな方が面白いよね。できた。これをギザギザに折って、うーん、もっと面白くできないかな。カラフルで大きくてまん丸で。そうだ、うっふん、クモリン天才です。クモリンできたよ。僕もできたよ。それじゃあお互いに見せ合いっこしよう。じゃん。チャンさんのそれ鳥さんで、お花じゃないじゃん。クモリンのだって真っ黒でお花に見えないよ。うんうん、クモリンのはお花です。ほんとかな。とにかく開いてみよう。まずは僕のから。棒を押すとドキドキ、筒から羽を広げましょう。わあ、クジャクさんだ。模様が綺麗。クジャクさんの羽をイメージしてみたよ。面白い。クモリンはどんなのを作ったの。真っ黒でお花には見えないけど。これもお花だよ。ダンさん、早く押してみて。うん、どうなるんだろう。つつから何かを咲かせましょう。クモリンは花火を作ったんだね。うん、とっても綺麗だね。サンさんのクジャクさんも楽しい。筒に描く絵を変えれば他にもいろんなものが作れるね。うん、あ、
か嫌な予感がするけど。つつかなか身の毛生やしましょう。なんじゃこりゃー。ダンサーのレインボーアフロー。くもりー。あはは、面白い。そうだ。わー